1969年、アポロ11号の宇宙飛行士たちが初めて月面に降り立ったこの年、惑星科学の歴史に刻まれるもう一つの重大な事件が起こりました。メキシコの小さな村、アエンデに落下した隕石が原始太陽系に関する理解を大きく前進させることになったのです。アエンデと名付けられたこの隕石は、惑星科学において最も有名な隕石の一つとなりました。その理由は、1、総重量にして2トン以上と大量に回収されたことによって、 多くのサンプルを確保できたこと。2、資源的な物質を多く含む貴重な炭素質コンドライトであったこと。3、落下した時期に、ちょうど米国の研究者らは、アポロ資料を分析する準備を進めていたやさきであり、当時の最新鋭の装置で重点的に分析できたこと。の3つが挙げられます。アエンデ隕石から見つかった物質のうち、注目すべきものは、カルシウムとアルミニウムに富む軟気発性含有物です。この物質は CAI と呼ばれており、原子太陽系が。 高温のガスの状態だったときに、一番最初にガスから凝縮した太陽系最古の物質だと見られています。CAI の形成年代は今から45.6億年前であることが分かっており、よく太陽系の年齢が45億年や46億年とちまたで言われているのは、この CAI の形成年代に基づいています。アエンデ隕石からはもう一つ注目すべき物質が見つかっています。それがプレソーラー粒子と呼ばれる。 太陽系が誕生すする前の時代に形成された物質ですプレソーラー粒子はシリコンカーバイドやダイヤモンドグラフェンといった微小な固体粒子の形で存在しています今年の1月に米国科学アカデミー企業に掲載された論文でこれまで測定された中で史上最古のプレソーラー粒子が報告されましたアエンデ隕石と同じ年にオーストラリアに落下したマーチソン隕石の中から発見されたプレソーラー粒子の中に最も古いもので 太陽系誕生からおよそ30億年以上前、つまり今から76億年近く前に形成されたものが含まれていたのですそしてこの論文とほぼ同時期に「ネイチャー・アストロノミー」で出版された論文でアエンデ隕石から非常に興味深い発見が報告されましたこれまで CAI とプレソーラー粒子が共存した状態つまり同じ場所から同時に発見されることはありませんでした一般的に CAI は1500ケルビン以上に達するような 原始対応に近いい環境で生成されれたと考えられていますそのため CAI ができるような非常に高温の環境ではプレソーラー粒子は熱で破壊されてしまい生き残ることができないと考えられてきましたしかしネイチャー・アストロノミーの論文はこの常識を覆す衝撃的な結果を報告してきましたアエンデ隕石のキュリアスマリーと名付けられた破片にある CAI の中からプレソーラー粒子が初めて見つかったのですつまり CAI が形成するような高温の環境を 一部ののプレソーラー粒子がが生き延びていたたことが判明したのですではこの粒子が生成された時の原子太陽系の環境はどのようなものだったのでしょうかプレソーラー粒子が生き延びる条件は粒子のサイズに強く依存するため一概に言うことはできませんが論文中では別の研究を引用する形で9 0 0 °以上の高温環境を数千年程度生き延びたのではと推測しています私たちは星のかけらでできているとよく言われますが アエンデ隕石の CAI とプレソーラー粒子は私たちの太陽系の中に前の世代の星のかけらが未だに残されていることを示すまたとない例を示してくれたと言えますそれでは今回もご視聴ありがとうございました面白かったという方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです皆さんのご支援が次回の動画を作成するときの大きな励みとなります内容についてご意見がある方はコメントいただけると幸いですよろしくお願いします